どうもランチマンのザトペンです。ランチってね、こういうようなパーティーグッズがすごい充実してるっていうねイメージ皆さんお持ちかと思うんですが、パーティーグッズのコーナーの中で僕が気になってる商品があって、まあそれ何かというと手品グッズなんですよ。隅の方にちょこっと置いてあったりとか、あんまりこうね、こういう風に大々的には展開してないんですけど、まあ、ただね、こう実際にパッケージとか見てもやり方とかも載ってはいるんですけど、こう自分にできるのかなってよくわかんないので、今回はですね、手品を教えてもらおうと思ってスペシャルゲストに来ていただいてます。ということでこちらの方です。どうも、サイクロン Z です。よろしくお願いします。Z ですね。 Z です。ということで、はい、今回のドンチューブサイクロン Z さんとお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ということでドンチューブスタート。はいはいはい。はい、ということでね、改めましてサイクロン Z さん、よろしくお願いします。お願いします。普段だったら、はい、登場したゲストの方に何されてるんですかみたいにするんですけど、はい、やっぱりちょっとマジシャンなので、はい、自己紹介がてらなんか一発見せていただきたいなと思って、失礼で申し訳ないんですけど。あ、なるほど。はい、そしたらちょっと1000円いただきたいです。1000円金取るんですか。やっぱりただでやるんじゃないいらない千円札でいいんで。いらない千円札1枚も持ってないんですいる千円札しか持ってないんですけどちょっといる千円札。あ、じゃあちょっと私が借ります。まあそうですね。はい、ね、借ります。はい、折り曲げます。はい、折り曲げます。はい、で、おぞーしどうぞこれ毎回やる恒例のやつですね、はい、これを丸めます。書いたやつですよね。そうですね、はい、形が何かに見えると思います。何に見えますか。クラッカー。あ、早っ。でもクラッカーにまだ見えないですよ。こういう紐入れないと。あ、紐。パーティーグッズの近くなのね、はい、派手な感じでいきましょうか。クラッカーです。お願いします。引っ張ってください。いいんすか。はい、いきますよ。おおおおおお。クラッカーになりましたということで、おどーしすげえ。はい、一応夢持って帰ってもらう仕事してるんで、はい、偵察振ってあげます。ゆっくり振ってあげるとこういう感じでですね、お土産です。1万円だと夢をお持ち帰りください。ありがとうございます。はい、以上です。返しておりませんやん。返すわけにいかないんですけど、はい、まだなんかあるんですか。まあ、一応トランプをね、はい、持ってきました。マジシャン、マジシャンだ、はい、5枚のトランプなんで、はい、1枚1000円分なんですよ。確かに大体なんで1枚差し上げます。あ、なるほど。はい、じゃちょっと指先で、はい、トランプ1枚触っていただきます。触ってもらってまた選んでください。これでも大丈夫です。好きなカード1枚これですか。こっち。はい、でこのカードひっくり返しますよ、はい、このカードをお土産でお持ち帰りください。はい、スペードのキングですね。はい、はい、スペードのキング。このカードどうぞ。いいな、スペードのキング、いいですね。はい、いや、お返ししてます。お返ししてる。はい、1000円分って言いましたね。はい、1000円です。あ、ちょっと分かんないですね。はい、普通のトランプはちょっと厚みが出てます。本当だ。この端っこを破いていきます。中に何か入ってて取り出しまっていいですか。ということでお返しです。お持ち帰りなさい。すげえ。1000円払ってもいいよ。マジでプロのマジシャンだ。プロのマジシャンの方からね、前にちょっと申し訳ないんですけど、はい、ドンキってこういうマジックグッズ売ってるのご存知ですか。いや、知ってましたけど、はい、ペンヨさんのやつが売ってると思わなかったですね。ペンヨさんって何ですか。あんまり僕は詳しくなくて。そうですね、はい、ですね、消極祭ペンヨさんって言って、はい、日本にマジックブームの火付け役になった人です。そうなんです。まあ、でもこのペンヨさんのグッズ
はっきり言って、売ってほしくないものが結構あります。へー、この中ネタ。そうですね、プロマジシャンが実際現場でまだ使ってるものが入ってるんで、はい、正直、え、これ売ってるのみたいなのが結構あるんですよ。せっかくなんで、はい、いきなりで申し訳ないんですけど、はい、1個選んで今やってもらったりとかできますか？そうですね、こうなるとこれがね、最新というか、まあちょっともうびっくりしちゃいましたね、これ。え、でもこれ1500円から1400円とか。いや、ありえないです、ありえないです。もう僕これ1年前にこれの原案みたいなやつを一応持ってたんですけど、はい、5、6000円はするんじゃないかなっていう。ありえないです、これ。とんでもない商品ですよ、これ。やってみましょうか。お願いします。はい、この中に入ってるんですけど、はい、こういうのはこれ初めて開けます、はい、ただこうなんじゃないかなっていうことはちょっと想像してるんですけど、はい、説明書を読んでみて、はい、すぐできるかどうか。なるほど、なるほど。はい、ということでね、夢の現金封筒をサイコロフィスさんがやってくださるということで、はい、お願いします。じゃあまずこちらのペンをね、この封筒の中に入れてみましょう。じゃあ穴が開いてるのが分かると思います。大丈夫ですか？はい、こちらを一瞬で3、2、1。ほら。3万円が出てきました。すげえ。ほら、普通に穴開いてるところからパンって出てきた。これじゃあ僕もできます？もちろんです。ちょっとやってみていいですか？はい、で説明書読んでみてください。はい、わかりました。はい、さあ、それじゃあ今説明書読んだだけですよ。はい、やってみてください。僕もマジシャンデビューしたいと思います。はい、ここに封筒があります。はい、いいですね、ボールペンを入れるとですね、何も入ってないですね。はい、何も入ってないです。これ、指が鳴らすと、なんとですね、おお、できてる。できてる、普通にできてる。こちら、先ほどと同じく3万円を実現させることができました。すごい。いや、これ本当にね、すごいですね、店員さんね。ということで僕もね、1個マジック習得したんですが、はい、1個じゃちょっとね、盛り上がりに欠けるので、僕でもできるマジックのいくつか習得して帰りたいと思うんです、はい、はいはいはい、作っていただいてもいいですか？じゃあもう今おすすめのやつね、はい、いくつもありますんで、はい、じゃあこれ持っていきましょう。はい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 、はい、ということでね、サイコロの Z さん、はい、場所を移して引き続きいろいろマジックご紹介いただきたいと思うんですけど、はい、こちら白紙が千円札にという夢のようなお話なんですけど、これが一番最高じゃないですか。普通の紙がお金に変わるって、やっぱそうですよね。みんなが夢で見てたやつですか。ちょっとやってみましょうか。はい、お願いします、ね、一応あの紙を5枚用意してます。5枚。はい、これをですね、ここで折り曲げますと、なんとなく色変わってきたと。え、すごい、5枚になってます、まあ、こんな感じであの変わっちゃうっていうやつですね。はい、坂田さん、はい、次はなんかお金じゃなくてスマホ、スマホですね、使ったマジックということなんですけど、そしたらこちら、はい、僕のお借りしてもいいですか？はい、最新ですか？最新じゃないです、13ですかね。13、はい、画面大きいので見やすいですよね。ただこれ今ですね、この辺に穴開いてるの見えます？全然見えないですよ。ここに穴開いて開いてないです、全然。いや、気のせいだと思います。穴が開いてるっていうことが事実です。ここに入れますよ。穴開けていきます。ごめんなさい。スイッと、わっ、ほらほら、穴開いてる。消えました。え、こちら何ですか？奇跡のラストピースって書いてますね。ジグソーパズル、僕ちょっとトラウマがあって、ちょっと見れないんですけど。何ですか？あの
作戦ピースやって丸2日かかった今日は、はい、1000ピースどころか、はい、1ピースで済みます。1ピース、はい、はい。はい。ここに開けるんで。あの、先入観なしですよ。はい。まあ、あの、これだっていうのを決めるんじゃなくて。はい。まあ、僕も、はい、笹もどちら、何を選んだか分かんないようにしたいんで、はい、この、裏向きになってるやつ。選んでもらって、はい、じゃあここにいるんでこれをこれしますよ、はい、これいらないで落としますよ。でこの選んでもらったやつ、はい、これでいいんですよね。ちょっとこれ僕持っとくんで、はい、この布ゆっくり引っ張って何なのかなって気にはなってたんですけど、テーブルクロスかなと思ったら、はい、下にモナリザの絵があって、あ、1ピースだけ足りないですよ。本当だ。これ合わせてみてください。まさかの。すげえ。ぴったりとハマりました。すごい。これを弾くって分かってたってこと？分かってたんじゃないんです。弾いたんです勝手に。これが奇跡のラストピース、2023年新製品です。はいはいはい、ザクザクさん、はい、今までこういくつかねマジック見させていただいたんですけど、はい、ちょっと僕もあのザクザクさんを驚かせたいんですけど、僕ができそうです。いや、あの僕が唯一こう店員さんの商品で、はい、知らなくて、はい、興味のあるものが一個あって、はいはい、これなんですけど、はい、重力持ち上がらない謎の箱って書いてあって、はい、いやそんなことできるわけねえだろうと思ってんですけど、でも天王さんのね商品であれば多分中見て説明書なら僕でもできる気もしてるので、これですよ、説明書、超重力ボックスということで、はい、これを読んでみたいと思います。僕見ないようにするって、はい、はい、じゃあ佐藤部屋の練習したということで、はい、そうですね、説明書を読んで1回だけやりました。え、1回だけ1回だけ、まあ、多分大丈夫だと思います。え、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。ゆっくりしてください。はい、そしたらですね、まずちょっと最初に下準備として、こちら魔法陣ですね、不思議な魔法陣を、はい、に置きます。そしてここに、まあ、ボックスに入ったトランプあるんですけれども、はい、ボックスにトランプを入れてます。これを魔法陣の上に置きます。はい、そうするともう魔法陣のパワーでこれが持ち上がらなくなるんで、いや、そんなわけで何グラムの話ですよ。持ち上がらなくなるので、はい、頑張って持ち上げてみてください。僕はちょっとね、下があの離れないように魔法陣押さえてますので。魔法陣から離れない。はい。え、いいんですか。はい、どうぞ。え？あ、なんで？いや、上がんない。え、上がんない。え、マジですかね。いや、重いっていうか、で1枚でやってみます、1枚。あ、トランプか、トランプ枚数がちょっと重いかもしれない、サイクロン Z さんには。いやいや、トランプなんか持ち上げられるポケットに入れて持ち歩くぐらいなんだ。はい、そしたらサイクロン Z さんより特別に1枚で、この1枚でね、やっていただきましょう。多分これでね、だいぶ軽くなったと思うんで。もともと軽いわ。はい。いや、分かんないんだけど。え、どういうシステムこれ。わかんないですよね。いや、わかんないわかんない、マジで。でもテープじゃないんだよね。え、テープじゃないよ。マジで不思議なんだけど。ということで、イリュージョンでした。はいはいはい。はい、ということでね、サイコンゼットさん。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。結構いろいろマジック見せていただいたんですけど、はい。サイコンゼット的になんかこうびっくりしたやつとか、なんかおすすめとかってありました？そうですね。まあ全体的にびっくりしましたけど、はい。まあいろんなところで。使えそうかなという、なんかやれよって言われた時に、はい、なんかちょうどいい時間尺と驚き具合、はいはい、こう引っ張りすぎない感じでちょうどいいなと思ったのが、僕の中でこの3つかなっていう感じですかね。この3つは、はい、実際これ僕あの現場で使ってましたし、あとこれも、まあ、なんでこれあるのって話なんですけど、はい、僕がマジック部の番組出た時に使ってたネタですこれもですね、あのマジシャンが結構取り手使ってるネタなんです。
なのでこの3つをはっきり言ってマジシャンのためのネタなので、はい、正直今ドンキホーテのやつこれ全部買い占めたいですねはい、おすすめです。はい、ということでね、いろいろマジックあったんですが、まだ他にもあったので僕もね、ちょっとね、ちょっと気になるって使ったんで、はい、試してみたいと思います。はい、今日は高田です。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上、ドンチュでした。バイバーイ。ドンチュー